皆さんおはようございます。東京ナンバーワン経営の西村健二です。今朝も走ってみました。で、最近走ってるとこの動画が多いんで、いつも走ってると思われるか分かりませんが、なかなか動画を撮る時間がないんで、逆にこんな走った時を利用して撮っています。頑張って仕事もしていますので安心してください。で、随分暖かくなっていきましたよね。私も久しぶりに今日は、半パンですか、で走りました。それで、この季節、日本には四季というものがあって季節ってあるんですが、実は経営にも季節ってありますよね。で、季節どころか波があると言います。上がり下がりの波です。で、経営を考えるときに、やはりこの季節の変動や、または景気の波、あるいは時代の波、あるいは人生にも波っていうんですか、バイオリズムってありますよね。いい時と悪い時のことを考える必要があります。で、特に今不況ですので、儲かった時にこんなことやっていてよかったなってことは結構あるんじゃないかなと思います。で、儲かってる時にそのことを忘れてしまうもんです。本当に皮肉なものだと思います。で、儲かってる時は、我が世の春は永遠に続くと思うんですね。しかし商品にもライフサイクルがあります。まあ、寿命があるということです、ね、波があるということです。またはその影響を受けて会社にも寿命もありますよね。事業、あるいは経営、または会社30年説ってあります。あるいは企業もだいたい10年が山って言いますよね。これ誰が言ったか分かりませんが、起業して10年で8割は倒産するとか、あるいは8割は事業替えするという方もいらっしゃいます。またある数値を見ましたら、起業して 93.4% の会社は倒産するといったデータも見たことがあります。まあ、その数字がどれぐらいのものか分かりませんが、やはりいつも上り調子、いつも上り坂というんですか、というのは難しいんじゃないかと思います。そういった点は、へこんだ時にどうするかということも考えていくことも大事です。しかしこれがなかなか考えていないんです。一つの例として、よく武田先生おっしゃいますが、日本の石炭産業が華やかな頃、なんと250社以上あったそうです。しかし事業転換を変えてた会社はたった3社か4社ぐらいだったそうです。まあ、その一つが常磐ハワイアンセンターでしょうね。他は全部潰れてしまったわけです。だから皆さんの会社も石炭産業にならないように、ぜひ新しい事業を考えていただけたらと思いますし、また今新しい事業や商品、あるいは有料サービスを考えている方は、やはり答えは市場、お客様の中にあるということです。お客様にいかに役に立って喜んでもらって、またお客様の成功をいかに助けるかということを考えるときに、おのずと新商品、新製品、新しいサービスのアイデアが出てくると言いますので、ぜひですね、見つけていただけたらと思います。答えは市場にありです。以上です。東京ナンバーワン経営の西村健二でした。